設楽原、原政輝の墓、武田24将としてあまりにも有名ですよね。それと、父と同じくですね、武田の陣馬奉行を務めて、120騎持ちの、大将ということでですね、軍勢を率いていた武将になります。これほどの武将といったら変ですけども、武田は優勝が多くてですね、どなたも名のある武将で、強い武将が多いんで、もうお墓参りだけでも大変です。原隼人正胤公、原家はですね、虎胤公とはちょっとまた違う系統なんですよね。正胤で、種が一緒ですけども、父は正敏公っていう方ですので、原家も、美濃の原家と、虎胤公は千葉のですね、平氏の方の、千葉の一族の原氏ですよね。流れてきた、武将には違いありませんし、他国の人たちもね、結構下位に入ってから活躍したという武将は、おばたしたですとか、いくらでもいますので、はい、その一人になりますよね。正胤公は、ここは戦地の地ではないかとは思うんですけど、実際戦地の地っていう場所はなかったですよね。おそらく一緒なのかもしれませんし、ここは、墓、あと碑があるっていう形になってますよね。陣馬奉行で有名な原、正胤公の墓でした。